さて、岡山地方裁判所でユニークな取り組みが行われました。中学生が本番さながらの模擬裁判を体験するジュニア法廷です。開廷は午前10時40分。裁判官や検察官、弁護士の席に座るのは中学生です。岡山地方裁判所が夏休みに合わせて開いたジュニア法廷。建設作業員が同僚を包丁で刺し怪我を負わせたという架空の殺人未遂事件について模擬裁判を行いました。参加したおよそ20人の中学生がシナリオに応じてそれぞれの役割になりきります。春田さんは私に対してもういるさんぶっ殺してやると言いながら事務所に入っていきました。あなたは秋川さんを包丁で刺してやろうと思いましたが、私は無我夢中で包丁を振りまし、気づいたら秋川さんの胸のあたりに包丁が触っていました。有罪か無罪か、2つのグループに分かれ証拠をもとに話し合います。その結果は、主文、被告人懲役2年に処する。本番と同じような感じでちょっと緊張感が大多くて、こういう仕事ってすごい大変なんだなって思いました。裁判官にも興味が湧きました。平等に裁いてるところがすごいなって思いました。岡山地方裁判所ではこのような取り組みで裁判所の仕事に関心を持ってもらいたいとしています。